こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に、そしてバーのある人生を楽しんでいただきたく YouTube 頑張ります。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付します。どうぞご覧ください。さて、今日はスタンダードカクテルの一つ、車の名前のついたゴールデンキャデラック、それに一つ加えてちょっと変化させてみたいと思います。使う材料はイタリアの代表的なリキュールの一つ、ガリアーノ、バニラの風味のリキュールです。この背の高いボトル特徴的です。そしてホワイトカカオリキュール、ホワイト、透明な方です。そして生クリーム、これら1対1対1が基本のレシピですが、それにベルノ、またもしくはお好きなアブサンを1ティースプーン加えてみてください。とても美味しい仕上がりになります。また、生クリーム、そしてこのような糖度の高いリキュールを使う、カクテルは混ざりにくいです。しっかりと混ぜるのがとても難しいのですが、その場合、私が開発しました、こちら、マジックシェイクボール、通称マジボ、これを使ってみてください。驚くほど威力を発します。これを使う場合は、マジボを使う場合は、一番底にマジボを入れて、で、材料、氷を入れてシェイクしてください。小さい氷を選んでください。生クリームをホイップするようなイメージで回してあげて、生地もしっかり伸ばしてシェーカーの底まで材料が届くようにすると、よく空気も入ってくれます。ベルノーとカブさんを好きな方はもう少し多くてもいいと思います。はい、しっかりシェイクします。
この、生クリームのふんわり感お分かりいただけるでしょうか。ほのかにペルノーの香りが漂って、一味違ったゴールデンキャデラック完成です。